申し込む。大沢コーチ、羽生は宇宙人、他の惑星から来たみたい。フィギュアスケート男子で右足首故障を乗り越え66年ぶりの五輪連覇を達成した羽生結弦23=ANA=を指導するブライアン・オーサーコーチが19日エニササギアイスアリーナで取材に応じ、ユズルは本当に心が強い、彼ほど競争心の強い選手はいない、他の惑星から来たみたいにねと称えた。この3ヶ月の間苦しい時期を過ごした教え子だったが、オーサーコーチは一生沈することが一度もなかった。1日1日その日できることをやろうといつも前向きだったと明かした。故障明けの4ヶ月ぶりの実戦を制した五輪チャンピオンに対して彼は壁を乗り越えた、本当に信じられないことをやってのけた。快挙から2日が経ったこの日も興奮は冷めやらなかった。今季はスプでバラード第1番フリーは生命を選んだ。合計330.43点の世界最高得点を記録した無敵プログラムの2期ぶりの再現。だが昨年11月に NHK 杯の前日練習での故障後は世界歴代最高得点を更新したいという思いを封印し、五輪連覇だけに集中していくことを確認し合ったという。羽生はこの日1日を完全静養に当てた。痛みとどめを飲みながらの出場だっただけに、金メダルの一夜明け会見でははっきり言って足首の状態がわからない、痛みとどめを飲まない状態では童貞ジャンプが降りられる状態でも飛べる状態でもないので治療の機会が欲しいと話していた。25日のエキシビションには出場予定。オーサー氏は羽生が導入を目指すクワッドアクセル4回転半ばジャンプについてはもちろん可能だと話していた。オーサーコーチ、羽生は宇宙人、他の惑星から来たみたい。フィギュアスケート男子で右足首故障を乗り越え66年ぶりの五輪連覇を達成した羽生結弦 23=ANA=を指導するブライアン・オーサーコーチが19日エニササギアイスアリーナで取材に応じ、ユズルは本当に心が強い、彼ほど競争心の強い選手はいない、他の惑星から来たみたいにねと称えた。この3ヶ月の間苦しい時期を過ごした教え子だったが、オーサーコーチは一生沈することが一度もなかった。1日1日その日できることをやろうといつも前向きだったと明かした。故障明けの4ヶ月ぶりの実戦を制した五輪チャンピオンに対して彼は壁を乗り越えた、本当に信じられないことをやってのけた。快挙から2日が経ったこの日も興奮は冷めやらなかった。今季はスプでバラード第1番フリーは生命を選んだ。合計330.43点の世界最高得点を記録した無敵プログラムの2期ぶりの再演。だが昨年11月に NHK 杯の前日練習での故障後は世界歴代最高得点を更新したいという思いを封印し、五輪連覇だけに集中していくことを確認し合ったという。羽生はこの日1日を完全静養に当てた。痛みとどめを飲みながらの出場だっただけに、金メダルの一夜明け会見でははっきり言って足首の状態がわからない、痛みとどめを飲まない状態では童貞ジャンプが降りられる状態でも飛べる状態でもないので治療の機会が欲しいと話していた。25日のエキシビションには出場予定。オーサー氏は羽生が導入を目指すクワッドアクセル4回転半ばジャンプについてはもちろん可能だと話していた。